合宿？そう、合宿。この芽吹きの園って、そういう設備ちゃんと揃ってんだよね。せっかくだし、やってみたくない？男女混合一泊二日、濃厚ワンナイト、欲しい。やる！ところで、合宿って何？お泊まり会のこと。今知らずにやるって言っとったんか。何かいかがわしいことでも考えてるんじゃないでしょうね。いかがわしいことって何？俺わかんない。真面目な話。今年はめめちゃんたちが入ってきて、うちも賑やかになったじゃん。それに、俺とバラ様は今年でここを卒業だし、今のみんなが揃うのはあと数ヶ月ってことで、思い出にどうかなと思って。ほら、俺らに修学旅行なんてねえし、せっかくだからここでゆるく楽しく過ごそうぜってことで。なのに、そんな俺のハードフルな気持ちをいかがわしいだなんて、超ショック。2時間半寝込みそう。ただの誤睡なのでは。だってそれは。ちなみにどんなことを考えていたのか、後ほど詳しく。もう、いいから話を戻しなさい。また遊ばれとるな。そもそも最初の法一さんの言い方が悪かったと思うけどな。いつ、するの？そうだね。園長に提案するならこの人がいいんじゃないかな、と。10月15日から16日？随分ピンポイントだね。その時期って、もみじ祭り、紅葉祭の。ああ、そっか。紅葉祭準備って名目で、園長を説得しようってことかな。園長なら、ちゃんと理由があれば、許可してくれる。ばあちゃん楽しいの好きだもんな。お前も参加だかんな、めめこ。はい。お頭も、どうせ賛成でしょ？うん、楽しみだね。よーし、決まり。園長の説得は俺に任せて、みんなはその日ちゃんと開けておくように。くん。鶴屋くん。ここは、そっか。戻ってきたのか。戻ってきたか。これはきっと、鏡に触れた後だよな。じゃあ、鏡の中、鏡の世界。鏡の中に世界なんてあるわけないじゃないですか。ファンタジーやメルヘンじゃないんだし。これはね、アドベンチャーというかミステリーというか、違う、背景が動いてないからか。向こうが迫ってきたのかと思ったよ。君と鏡は一心同体。僕は君で、君は僕。鏡を覗くとき、君もまた覗かれている。フリードリヒ・ヴィルヘルム・ニーチェ。おかえり、ツリア君。ニョローン・ツリア君。ねえ、どういうことなの？あの世界は何？あの猫の被り物は何者？なんでみんな殺されたの？なんで？わあ、ちょっとそんな一気に聞かれても僕対応できない。一旦落ち着いて整理しようか。僕のことわかる？芽吹きの園の玄関の曰く付きの魔境。そうそう。まあ、正確には鏡の中の人って感じなんだけど。可愛らしく魔境くんって呼んでいいよ。それで、鶴屋くんはどうしてここにいるんだっけ？君と契約したから。そうそう。君は僕と契約した。そして対価と引き換えに君は能力を手に入れた。対価。鏡の世界を行き来できる能力。だからここに、鏡の世界に入れてる。そうそう。まあ正確にはここは鏡の世界の中継地って感じなんだけど。いや、細かいことは。鏡の世界は、君の希望する条件を元ある世界にねじ込んだイフの世界。鶴屋くんがこういう世界に行きたいなって思ったら、鏡に手を触れるだけでいけちゃうっていうすごい能力。それよりそんな能力を上げられる僕が一番すごいんだけどね。まあ、それはそうなんだけど。でもやっぱ対価は、まあ当然必要だよな。
まあこいつきっと悪魔とかなんだろうし、事前授業ではないからな。で、望んだ世界に行けるっつったけど、望んだ世界にあんな凄惨な事故が起きるとも思えない。何かしらデメリットがあるのか、悪魔らしくこちらを騙しているのか。悪感情は美味である。あれ、怒ってる？君の今回の希望もちゃんと叶ったでしょ？途中まではね。でもあんな猫の被り物に襲われる世界なんて望んでないよ。あれは一体何なの？それね。その猫、面倒だから猫かむりって呼ばせてもらうけど、正直僕にもさっぱりだよ。猫かむりっていう呼び方は法一さんがそう言っていたけど、それはそのやりとりをマキオくんが見ていたからなのか、それとも法一さんと何か、まあ今はいいか。鶴屋くんが望んでいないなら、僕も鏡の能力も関係なくて元の世界で起こった事象だと思うけど、ああまあそれは確かに言ってることはわからんでもない。どうだろう、でも嘘ついてるかもしんねえしな、こいつ。裏でプークスクスってやってっかも。元の世界で起こるということは、合宿にあの猫かむりが現れるのは決定事項ってこと？さあね、同じ世界に行って何度も出てくるならそうなんじゃない？現れることがあらかじめ分かっている今なら、何か対策ができるかもしれない。お、リトライしてみる？思った通りやってみたらいいよ。正面の鏡から行けるようにしたよ。準備ができたら鏡の前で願いを唱えて、良い合宿を。時間切れには気をつけて。望んだ世界に行けるっつっても結局、時間切れはあるんだよな。っていうと、結局それはパラレルワールドで、それが真の世界になるわけじゃない。じゃあ、鶴屋くんに、お頭にとっての元の世界って一体どこにあるんだろう。ところで最後の猫かむりは君だったんだよね。なんで僕の首を絞めたの？ああ、それは、その場のノリ？わ、目が怖い。ごめんってば、鶴屋くんの反応が楽しかったからつい。今に始まったことじゃないけど、もうしないで。善処しまーす。ああ、今に始まったことじゃないっていうから、まあ当然マキオくんとは今回初めて会うわけではないんだろうしな。しかし、本当に、ノリだけで首絞めた。まあ、くくりっていう、名字だから、まあそれがお頭っていうあだ名のなんかなのかなと思わんでもないんだけど、だからって首絞めていいとも言うわけではないしな。じゃあ2回目トライっていうことか？じゃあトラップを仕掛けて迎撃態勢を取る。ホームアローン。やないし、スクールアローン。アローンではないけどね。僕はそっと鏡に触れた。お頭。お頭？めめちゃん、ここは芽吹の園。うまく移動できたみたい。あの、大丈夫ですか？ぼーっとしてましたけど。そうだった、ごめんね、なんでもないよ。よかった。遅刻したので一人で談話室に入るのが怖くて戻ってきちゃいました。一緒に入りませんか？うん、そうだね、行こう。はい。ああ、ここがセーブポイントか。で、左に行くと、ハンニャが待っている、多分最初に来たところに戻ってきたんだよな。じゃあ、ここから、もう一回行くわけだが、まあ、鏡セーブではなくて、もうちょっとこう、機械的なセーブをね、させていただくけれど。行くしかないか。扉を開けると、みんながいた。賑やかな光景に泣きそうになる。今度こそ、みんなと楽しい合宿を。
さて、全員揃ったことだし、何がしよっか。17時頃からカレーを作るとして、それまでの間だよね。結構いろいろできそうだけど。やっぱり園長に許可をもらった手前、もみじ祭の打ち合わせはしておくべきじゃない？こう見えてバラ様は真面目だよね。いちいち一言多いのよ、あんたは。読書。それじゃいつもと変わんねえじゃん。外晴れてるし、体動かしてな。あれ、あれやりたい。8月の雪辱戦。は？この時期にやったら、風邪ひくわよ。確かにあれは、寒いかもしれんな。こういうこともあろうかと、新作を持ってきたよ。データナンバー白ゲー。俺は一応、家にあった無難そうなテーブルゲームを何個か持ってきたよ。メメア、何かしたいことある？そうですね。お頭はどうですか？うん、何も浮かばなかったんだね。僕はそうだな。紅葉祭、もみじ祭、もみじ祭り。どうしよう。祭で行きたいな。じゃあ、紅葉祭と言っておくべきか。で、真っ白ゲーか。真っ白ゲーは気になるんだよな。でも、来て早々これやるのはちょっと罰が悪いというか、まず、なんだろう、体裁整えるためにも、いつ園長先生が来るか、まあ来ないんだけど、わかんないから先にこっちをやっておくのが、まあ合宿ではいいかな。で、一応、分岐シナリオはあるっぽいんだよな。ただ最終的には、まあ行き着く先、どっちもやるのかな、結局。一つに収束するっぽいんだけど、まあまずはちょっと、紅葉祭行きますか。やっぱりちょっと高揚さの出し物を決めておいた方がいいかなって。おお、ここにも真面目が。じゃあ、私も。うん、便乗してきたな。何も浮かばなかったんだね。はい、これで3票獲得。のか、あんたもこっちよね。わかった。あ、汚ねえぞ、デゴンなの。か、のかは何でもわかったって言うからって。だったら俺は反対を行く。あ、天の弱か。あと、あんたもデコ出してんだから、その悪口返ってくればよ、クソガキ。なになに？意見割れそう？じゃあ面白そうだから俺もゲーム派ってことで。お、票割れそうなん。じゃあ俺も数的にゲーム側についてこう。なんでわざわざ割ろうとするのよ。そんな、僕のゲームが友達の分断を招いてしまうなんて、罪なものを作ってしまった。でも普通に考えたらゲームは今じゃなくてもできるし、先に出し物決めてから、やった方がいいかも。あら、まあ、作り主がそう言うなら、よかったね、バラ様。さすがもちろん、自ら折れるとは、男ばい。何よ、その温情で勝ちを譲ってやったか、なんか納得いかない。バラ様がホワイトボードに議題を書いていく、紅葉祭出し物決め。お化け屋敷、演劇かな？フェは、多分笛ラムネって書こうとしたと思うけど。さ、テンポよくアイデア出していくわよ。紅葉祭って、文化祭みたいな感じなんですよね。去年はどんなことをしたんですか？メメちゃんの一言で、みんなの表情がワントーン暗くなる。え、ああ、去年は、展示をしたんだよね。そうそう、テーマは自然やったけ。みんなで芽吹きの園の裏庭の植物だば調べて展示することになったとよ。わあ、そういうの素敵ですね。と、思うじゃん。え？いや、さすが山のふもとというか、自然パワーすげっていうか。展示場に集めてきた植物や実が、教室内で悪臭を放つわ、虫が湧くわ、やばい方針だそうで。出し物以前の、ここはどこの国なんだい？そうちゃんも、おうとするほどなのかい？ゲロの思い出しかねえ。わあ。結局安全面を考慮して植物の展示は中止。他のことをやろうってことになったんだけど。当日まで残りの時間も少なかったから、おのおので壁新聞を作って貼り出したんだよね。内容すら覚えてないわね。そうでしたか。どう？夢も希望もないでしょう。みんな紅葉祭準備にあまり乗り気じゃないように見えたのは、こういうことか。だからこそよ、今年は去年のもっとこう、楽しくて青春って感じで、いかにも文化祭って感じのことがしたいじゃない？
おお、上でね。何よ。だいたいこういう企画は、あんたの方が得意でしょ？もっとやる気出しなさいよ。俺は自分がやりたい企画しかやらないんで。つうか俺、学校の文化祭って行ったことね。私も。それはまあ、それぞれだけど。私もないけど、あれよ。漫画に出てくる学校の文化祭みたいな感じのよ。芽吹の園は、普通の学校に馴染めなかった僕らの居場所。あまりみんな昔のことは口に出さないけど、ここに来ることを決めたとき、どれほどの選択をしたのだろうか。少なくとも、楽しいことだけではなかったはずだ。バラ様と法一さんは、来年3月には卒業だ。だからこそ、もみじ祭、紅葉祭で楽しい思い出を作りたいのだと思う。何かあるでしょう。ほら、お化け屋敷とか演劇とかって店、カフェもいいわね。ほとんどバラ様が出してんじゃん。バリ気合入っと。そういえば、来るのもめっちゃ早かったんだな。青春したいけど、まあ、なんだ、フリースクール、ここ以外の学校には馴染めなかった。そこら辺の、まあ、理由とかが本作ではかなり重要になってくるし、一周目でバラ様が取り乱していたこと。あと、マシロンとか、そうね、ソーちゃんとかも結構、あれな感じだったし、ホイツさんはわかんねえ、お頭もわかんねえし、メメちゃんも何か抱えてんだとは思うが。別にあくまで、イメージの乏しいあんたたちの参考になるようなアイデアを出してあげてるだけだよ。いや、なんか徹夜で考えてきてさ。そういえば、紅葉祭は外からお客さんも来るんですか？意外と来るよ。それぞれの家族以外とか、だと、園長の関係者とか、地域の施設の小学生とか、地域交流ってやつ？そうだね。ハロウィンが近いから、仮装しても面白いかも。おー、しらみた、射的やろうぜ。あと金魚すくいとヨーヨー釣り。季節感がカオスになっとる。紅葉祭、このメンバーで一緒に過ごせたら、きっと楽しいだろうな。とにかく、私はここにいる。誰が来ようと、私はこの扉を絶対に開けない。バラ様。そのあだ名が示す、表す通り、見た目の可憐さと言葉や態度に潜むトゲが共生している彼女。だけど、根の素直さが言動の節々に滲み出るものだから、どこか憎めない。一部ではこれをツンデレと表現する人もいる。一部って法一さんでは。ただ、前の世界では少し様子が違った。扉越しに感じた強い意志。あの時のバラ様は何を思っていたんだろう。この合宿でもう少しバラ様のことを知れたらいいな。知ら。ちょっとお頭、みんなもう案出してるわよ。ぼーっとしてないで、あんたも何か出しなさいよ。え、ああ、ごめん。そうだね。じゃあ、メイド喫茶がいいです。現代社会に生きる僕らに足りないものは癒しだと思うんですが、その癒しを与えてくれるのがメイドさんです。主人が外出している時に家を整え快適に過ごせるように。考え抜かれた丁寧な仕事を行うだけでなく、帰宅後に主人をお帰りなさいませと迎えてくれるのは、待っている人がいるという精神的な安らぎを与えてくれます。自分の世話をするのだけでも、忙しいこの世の中、そうやって人のために尽くしてくれるという存在はなかなかいない。それだけでも尊い存在であると言えば。ちょっと、ストップ、ストップ。何？ちょっとあんた何？怖い。唐突にぶっ込んでくるじゃん。知らなかったよ。お頭がここまで、メイド愛に溢れていたなんて。マシロンはもしかして分かってくれるのか。参考になります。もうめめ。そんな俗物の言うこと、真に受けなくていいの？俗物呼ばわりされた。誰が着るの？誰って、そんな女子が？メイド喫茶、ありやね。ね？ちょっと、今のまで何想像してんだよ。男子は？え、逆に見たい？俺らのメイド服姿。そんなの見た？くなくなくない。はね。どっちだろう。メイド服って何？戦闘服。
マジ？かっけ、来たい。友達の頼みなら、どうしてもっていうなら仕方ないけど、友達。ちょっと乗り気になるな。ここは言い出したお頭が、僕はお客さん側がいいかな。もう、そろそろ脱線から戻ってきなさいよ。終わんないでしょ。議論の結果、もういっそ全部やったらいいじゃん、という鶴の一声で、女子はメイド服、男子は仮装で小芝居を挟みつつ、カフェをやり、その傍らに、小規模な縁日っぽい遊びコーナーを設けて交代で担当する、という、ごちゃごちゃしてんなぁ。人数足りるか？これ会議で一番やっちゃいけないやつじゃ。こんなの2週間で準備できるわけないじゃない。呆れたようにそう言いつつも、バラ様はどこか嬉しそうだった。楽しい時間はあっという間に過ぎていくもので、時間はすでに夕方だった。夕飯の準備をみんなで分担してやった。これも合宿の醍醐味なのかもしれない。夕飯はカレーだった。得て増えてはあれども、みんなでそれぞれ分担して作ったカレーは大変美味しかった。宝一さんが21時からちょっとしたことをするから集合してほしいと呼びかけたので、それまで束の間の自由時間となった。21時になったら談話室に集合って言ってたかな。さてと、結構時間もあるし、誰かと話そうかな。さて、また自由時間やってまいりました。これは一周目の時と変わらないのかな。変わらなかったらちょっとカットしたいところではあるんだけど、ここはいけるかな。あー、調べても何も出てこないか。じゃあとりあえず、あと自由時間で私がこの先の扉を開けたんだよね。それも気になるかな。出たわね、メイド。あれ、結構変わってんな。え、僕？あんたしかいないわよ。まさかメイド服の話題になるとあんなに饒舌になるなんて。今度から陰ながらメイド大使と呼ばせてもらうことにするわ。もしくは変態。陰ながらじゃないんだよな。もうこの場で完全に陰口だ。あ、でもメイド大使は悪い気しないな。受け入れ幅広いわね。ところで、今は何をしてたの？ああ、これ？そうね。バラ様は少し言いよどむ。高卒認定の勉強、試験受けようと思って。ああ、そっか。進路についてはお互い話題に出さないことが、ここでの暗黙の了解になっている。失礼、ちょっとカットしてました。隠してるわけではなく、大っぴらに言わず、聞かれたら答えるくらいなんだ。ここに来た事情はそれぞれ違う。みんなが進路を決めてるわけではないし、受け取り方も様々だから、そのための配慮などなのだと思う。すごいね。頑張ってるんだね。受かるかどうかわからないけど、来年卒業だから、一応取っておこうってだけ。ここにいる間なら、勉強のわからないところを先生に聞けるし、この際だから聞いてみようかな。バラ様、卒業したらどうするとか決めてるの？そうね。あ、ごめん、言いたくなかったらいいんだけど、進学。おかしいでしょ、ろくに学校に行けてなかったくせに進学なんて。ここに来たばかりの時は、こんな風に過ごしてるなんて、思いもしなかった。毎日毎日、何事も起こらないことを祈るばかりで、精一杯だったから。だけど、ここで過ごすうちに、もうちょっとやってみたいと思えるようになって。まあ、ちゃんと通えるか、とか、無事に過ごせるか、とか、課題は山積みなんだけど、このところは大丈夫だったし。少し先のことを考えてもいいかなって。で、何語ってんのか知らない私は。お頭、今のは記憶から抹消しておきなさい。え、別に何も変なことは言ってなかったと思うけど。いいから、特に法一には口が裂けても言わないように。
わかった。でもバラ様の話が聞けてよかったよ。やりたいことが見つかったなら僕は応援するよ。あんたってさらっとそういうこと言うのよね。あ？なんでもない。それにしても試験があるのに紅葉祭の準備も増えたから大変じゃない？ほんとよ。全く決めることもたくさんあるし、スケジュールだって間に合うかどうか。でもいいわ。どうせなら今までできなかったことに挑戦してみたいじゃない？試験も大事だけど、ここで過ごす時間も大事にしたい。今までの分を取り返すぐらいにはね。そっか。さ、ここまで終わったらちょっと休憩しようかしら。目目をハグして癒されよう。よし、終わり。めめ、おいで。あ、はーい。あー、素直に来たな。もう、どうしてこんなにめめは可愛いのか、可愛いの。天界から来た天使なの。S 市から来た一般女子ですよ。知ってるわよ、もう。同じ方角のバスだもんね。でしたね。あ、そういえばこの間お借りした漫画、すごく良かったです。もうドッキードッキーしちゃって何度も読み返してしまいました。本当？よかったわ。続きあるから今度また持ってきてあげる。わあ、楽しみです。はあ、もう可愛い、癒し。えへへ。毎回思うけど、めめちゃんと話してる時のバラ様、他と落差がすごいな。仲良しというかなんというか、ちょっと羨ましい。はあ、癒される。お疲れ様です。二人の世界って感じだ。静かに眺めていいよ。まあ、それもいいね。二人の世界か。バラ様の今後、ここに来た理由がまあわからんけれども、こういう話が聞けたのは、まあ、この状況を打破する何かに関係するかな。バラ様が犯人だとかそういうことは、ああ、でもな。いや、一周目バラ様が亡くなっていたのは確かだったんだ。その状態で猫かむりはいたわけだし、そう、そっから真白なり法一さんなりを刺していたから。やっぱりわからん、わからんよ。ここは教室。ここら辺に倒れていたんだよな。机もあん時は、ガシャガシャーンと寄せられていて、寄されたんだっけ？ちょっと状況が読めないけど。で、問題はこの先なんだな。ここはとりあえず何もなし、はしごも役に立ちそうで立たなかった。ここに猫のぬいぐるみが落ちていたっていう謎は残ってる。で、ここを、空が曇ってきた、雨が降りそうだな。開けてしまったのが私悪かったのかな。ただ猫かむりはな、あの風呂場から来たっていうのがわかんないから、頂上的な何かが隠し通路がいっぱいあるのか。ま、そもそも職員室にあった資料室っていう隠し部屋もあったわけだし、なんか隠し通路みたいなものがあってもおかしくない。だとすると、法一さんって年長者、18でいいのかな？バラ様も多分高卒の認定取ろうって言ってたから18とかでいいと思うんだけど、で、今年入ってきたのはめめちゃんとおかしらか。これを1年生と取るか、まあ2年生と取るかわかんないけど。そうちゃん、のかちゃん、あと、マシロンとか、ごめん、ケンちゃん。名前が普通すぎて、むしろ出てこなかったわ。ケンちゃんも、なんだかすごく、年いってそうって言っちゃあれだけど、まだ2年生とかなんだよね。17とかかな。のかちゃん、そんなところでどうしたの？クローバー探しかな。ああ、会話は変わるだろうか。すごく乙女チックなことしてるんだな。こうしてクローバーを踏んで、四つ葉ができる。そうちゃんはこういうの詳しいんだ。テレビで見たって。おかしらくん。そうちゃんも後で連れて行く。ありがとう、お願いね。ああ、会話変わらなかったな。ちょっとまあ回ってみるか。階段シーンを飛ばしますか？
ストーリーに影響はありません。ああ、じゃあ、とりあえず飛ばしておこっか。で、ここまで飛んできて、この後イベントはさすがに変わるよな。一周目の記憶は引き継いででいいんだもんね、お頭は。じゃあ、ケンちゃんがこの後行って亡くなるのを、なんか仕掛けないといけない。あ、扉を開けちゃやっぱいけなかったのか。開けずに、みんなと会話をする？うん、わかんねえな。あ、ばばばばばば。作り話。さて、やっぱりこの順路なんだよな。だからどっかで笑い袋は、てかあの図書室の右下の棚って、ケンちゃん超えられる？いやー、無理では。ケンちゃん以外でも超えられなかったなし。その通り。お手元にくじがありますよね。あ、これはもうくじ引いた後なのか。猫の人形。で、これだね。バリー、俺にはこれがある。肝試し。ちょっと変わらないのであれば。一番誰だ？あ、やっぱ変わらずケンちゃんか。これってお頭の紙に何も書いてなかったっていうのが結構肝になるのか。ここでさっと筆記用具探して持ってるとかっていうのは条件かもしれないな。あれ？俺も一番なんだけどってこうしれっと言ってもう一回引き直しにする。いや、どうだ。誰が一番でも積みそうな気はするんだよな。ケンちゃんが一番？一人で大丈夫？一緒について行った方がいいんじゃ。大丈夫ったい、それぐらい。ちょっと時間かかるかもしれんがか。よか？いいよ。ただし教室の電気はつかないよ。気をつけてね。暗いならなおさら危ないんじゃ。懐中電灯とかいるんじゃないの？ああ、大丈夫。慣れとるし。あ、待って、ケンちゃん。同言したと？お頭。いや、その、ケンちゃんを止めないと。でもなんて言おう。猫カムリのこと言っても信じられないよね。ああ。さて、選択肢。やっぱりやめようっていうのは、行動を起こすことをやめるのか、見殺しにする？それともこの肝試し自体やめようって促すのか、どっちとも取れるな。僕が最初に行くよってくじ引きの意味なくなっちゃうから説得力がないな。一緒に行こうは、今マシロンが断られたばっかりだしな。これで、あ、じゃあお頭は一緒に行くかってなったら、マシロンショックすぎて寝込むよ、2時間半ぐらい。いや、マシロンは2時間半どころではないな。2日くらいはうんうんなりそう。私も同行するで、どういうのが起きたか見たいけど、まあ、真ん中が無難かね。でもお頭戦闘力なさそうだしな。少なくともケンちゃんが死ななくて済むなら、おう、自己犠牲。いや、やっぱり僕が最初に行こうか。なしで。ほら、ケンちゃんが危なくないように、まず下見というか。確かに、おいつさん。肝試して順番横入りしてくるやつ初めて見たわ。でもダメでーす。ケンちゃんガチ勢はそう言ってくると思って下見もとい安全点検はすでに終わってるんだよ。順番は順番です。というわけでケンちゃん張り切ってどうぞ。おお、じゃあ一番乗り行ってくる場合。どうしよう、ケンちゃんが行ってしまう。ケンちゃん。なんね、お頭。まだ何か。教室もあるなら、ついでに戸締まり、よろしく。なるほど。一石二鳥ですね。心配するかこき使うか、どっちかにしなさいよ。おう、わかった。確か前回は外に通じるドアが開いていた。たまたま開いていたところから入られたなら、そこを閉めておけば。ケンちゃんは固くなだ。ならせめてできることをしないと。外から入ってきたんならと思ったんだけど、そもそも最初に閉めておくべきでは。で、それは法一さんが見てるんじゃないのだろうか。一周目って、今マシロンパッと振り向いたけど、そんなことあったっけ？いや、まあ、マシロンならありそうだけど、少し顔色が悪いよな。ああ、顔色悪いね。肝試しが苦手なのか何か別の理由があるのか。どっちの可能性もあるな。別に怖がってなんかないんだからね。あばばばばばば、プルプルしている。僕は悪い、めめじゃないよ。大丈夫かな、ケンちゃん。
なあ、さっきの話でどういうことだったんだ？ああ、そういえば私、多分無言でやったけど、なんか、そうちゃんがグランドいるときって、なんか、お頭ってさ、みたいなこと言いよどんでたけど、それもなんかあったのかもな。そこかしこに伏線が貼られていそうで、いや、多分貼られてんだろうな。てか、そもそも、さっきのくじのときに、あれ、僕、何も書いてなかったけど、つって、もう一回くじを引かせる。あれ、なんかこれ私さっきも言った気がする。そのつもりだけど、どうかした？それがまた僕のくじだけ白紙で。また。また？あ、言い間違えた。気にしないで。ああ、なんか目印があったんだよな、くじって。じゃあ今回は別のくじを引いた。いやでもランダムだからわかんねえか。このくじは分岐になりそうだな。ちゃんと全部書いたはずなんだけどな。めんごめんご。それじゃ申し訳ないけど一番最後ってことでいいかな。法一さんがいいなら僕もいいよ。もしかしてこの世界では、くじの結果って全部共通なのかな？そういえばおかしら、さっき結構真剣にケンちゃんを止めたよね。何かあった？なんか、嫌な予感がして。嫌な予感。猫カムリのこと、話しておくべきかな？いや、話すのは悪しな気がすんだよな。犯人はお前だろってなって、ねえ。バラ様とかマシロン、ソウちゃんあたりが襲ってきそうな。ケンちゃんがもしさっきの階段みたいな目にあったら、嫌だなって。ほら、猫の被り物を見て。おかしら、意外と想像力豊かだな。だって。なあ、まだ？ケンにいくらなんでも遅くね？確かに、もう1時間は経つわね。ケンちゃんでもさすがにこんなにはかからないか。何か見てたりして、亡霊とか。法一さん、こういう時にやめてよ。どこかで転倒して動けないのかもしれない。僕、やっぱり様子見てくるよ。何かあったんでしょうか？大丈夫だろ？だって、剣人だぜ。片足動かねえけど、筋肉つけし、強えし。そうちゃんは剣ちゃんが好き、だね。まあな。剣ちゃん。ねえ、ケンちゃん、しっかりしてよ。今のって、教室棟から聞こえた。俺たちも行ってみよう。ケンニー、マジロン。教室棟に行こう。変わってるかな？いや、でも変わる要因がないんだもんな。で、この後、実際ケンちゃんを死んだって言ったのは、法一さんしか見てない。で、猫カムリが出てきてから、ケンちゃんの死体は見てないんだよな。そうなってくると、ケンちゃんと法一さんが、グルでなんかやってるってのはあるかもしれない。でも法一さんもがっつり死んではいるんだよな。ケンニ。あ、やっぱり、荒らされてんだよな、教室は。そんな戦いがあったんだとすれば、物音で気がつくような気もするし、最初に法一さんが机をどけていたんだったら、あ、いや、ここに突入した時にみんなでどかしたのかな、机を。近づいちゃダメだ、そうちゃん。ああ。ちょっと、嘘でしょ。あの時、もっとしっかり止めておけば。